ハロー、ハロー、ハロー東海、イエーイ。いざという時頼りになる救急車。しかし救急車の出動件数が年々増える中、その利用の仕方が今問題になっています。今一度皆さんで救急車の正しい利用について考えてみませんか。救急車の利用者年齢を見ると70歳以上が多いことがわかります。これは仕方のないことと言えますが、台数や対応できる隊員には限りがあります。こちらのグラフは最近10年間の出動件数です。一時的に減った年はあったものの、年々増え続けています。そのため通報を受けてから現場に到着するまでにかかる時間が長くなっているのです。10年前と比べて119番通報から救急車の到着まで約1分長くなっています。救急現場での1分はどんな意味がありますか。はい、心肺停止の場合1分間で約 7% から 10% 社会復帰率が下がると言われています。窒息の場合1分遅れてしまうと死に至ってしまう可能性があります。救急車を本当に必要としている方にとって1分は命に関わる時間です。一人でも多くの命を救うためには不要な出動を減らすことが大切なのです。平成29年の東海市での救急出動件数は4383件ありました。そのうち救急車が必要でなかったと思われる事案は 16% ありました。蚊に刺された、通院のためタクシー代わりに呼んだ、これは実際にあった事例です。一刻も早く来てほしい救急車がこのように使われることで到着が遅れているとしたら、皆さんはどう思われますか。通院するための手段として救急車を利用されたり、軽症だと思われる方が自分で移動できるにもかかわらず救急車を要請することがあります。救急車はお金がかからないことや、待つことなく先生に診てもらえると思われている方が多く見えるためです。皆さん救急車で行けば優先して早く診てもらえると思っていませんか。実はそうとは限らないのです。それは多くの病院では院内トリアージを実施しているからです。救急車で来院された方や救急外来まで自分で来院された方を含め、病院では重症な方から優先的に診察するようになっています。ここでいう重症とは、心筋梗塞や脳卒中が疑われる方、交通事故などで重い外傷を負った方など、一刻も早く処置をしないと病状の悪化が懸念される方です。そのため、救急車で病院へ搬送されても、待合室で待っていただく場合もあります。しかし、救急車を呼ぶのをためらったばかりに、大切な命が助からないような事態は避けなければなりません。困っている方、皆さんのところに出動できればいいのですが、救急車の台数には限りがあります。しかしながら本当に困った場合には躊躇なく119番通報してください。通報した際するべきことは何でしょうか。119番通報時にオペレーターが救命の必要があると判断すれば、そのやり方を教えてくれますので、落ち着いてそれに従って行ってください。電話を切った後はどうするのがいいですか。優先順位としては救命処置を優先してください。その必要がなければ
普段かかっている総合病院の診察券やお薬手帳を用意していただくと、出動した隊員もスムーズに病院連絡ができます。救急車を呼ぶべきか迷った時にかける番号があります。#7119 です。#7119とは、救急車を呼ぶべきか、今すぐ病院に行った方がいいかなど判断に迷った場合に、専門家から電話でアドバイスをもらうことができる窓口です。その他にもご覧の連絡先がありますので、参考にしてください。救急車の中ではどんなことが行われているのでしょうか。救急車には応急処置のためのさまざまな設備があり、救急隊員2人と救急救命士1人が対応します。大きなものとしてはですね、こちら の患者監視装置というものが一番大きなものになるんじゃないかと思っております。心電図であったりとか、呼吸状態、血圧などの、患者さんのですね、循環動態とか呼吸状態、こちらを一元的に見ることができる装置になっております。また救急救命士が行える処置も範囲が広くなりました。一般の方が行える心肺蘇生に加えて、あと救急救命士はですね、医療機関の中で行われる点滴、こういったことを現場でできるようになってきました。それによってですね、以前は使えなかった薬などを使うことができるようになってきます。どんなメリットがあるのでしょうか。どんなにうまく心臓マッサージを行っても、実際の心臓の動きの 30% 程度しか動かないというふうに言われておりますので、本人さんにとって一番いい処置というのは自己心拍、これが薬によって早くできるようになったというのはすごく変わってきたものじゃないかなと思っております。やはりですね、心臓の動きが早く戻ることによって脳への血流などが良くなってきたんですね。そうするとやはり退院するのが早くなったりとか、脳の障害がなくなったりとか、そういった予後に必ずつながってくるというふうに言われております。しかし救急救命士が行えるのはあくまで応急処置ということを皆さん覚えておいてください。今後ますます救急車の利用が増えることが予想される中、私たち市民ができることは何でしょうか。マラソン大会で倒れ周りにいた方の処置によって命が助かった方がいます。当日は、変わりなくいつも通りに走っていて、練習がいつもより少なかったからペースも遅く走ってたので、特に苦しくもなく気づいたら病院でした。すぐに蘇生してもらえたことで助けてもらえた命だと思ってるので、もう本当心から感謝しています。もうお礼を言っても足りないぐらいすごく感謝しています。はい、そうですね、今回私が助けてもらったように率先して人助けというか、関わっていきたいなとは思います。東海市では応急手当普及啓発活動として救命講習をしています。自らが学ぶことで家族や周りの方を守ることができるようになります。一度受講してみてはいかがでしょうか。救急車の適正利用は市民の皆さんの協力が必要になってきます。例えば普段の生活習慣を気をつけていただくとか、急性アルコール中毒などはですね、お酒を飲む前にきちんと予防していただければ、救急車を不必要に呼ぶ必要はないというふうに思います。特にですね、最近は重症の患者さんが発生してもですね、近くの救急車がなくて遠くの出張所から出るというところで、やはり処置とかですね、病院までの到着時間が遅くなってしまうという弊害が実際に出ておりますので、だからといってですね、救急車が必要な時にこれを躊躇してしまって呼ぶのが遅くなると、これもまずいと思いますので、市民の皆さん、しっかりと救急車の適正利用を考えて利用していただければと思います。お願いします。一人でも多くの命を救うため救急隊員は日々活動しています。いつも安心して利用できる救急車であるために、正しい利用をよろしくお願いします。